今回は、大人気焼肉店、竜宮城のオーナーである、宮迫博之様の月収を、予想していきたいと思います。なお予想するのは、YouTube の広告収益のみです。案件や竜宮城での利益は予想に含まれていません。またこの動画で出す金額は、あくまで予想です。まるで事実であるかのように思い込んで、拡散したりしないようにお願いいたします。こちらはソーシャルブレードというサイトでの、宮迫様のチャンネルの分析結果です。緑の数字が、チャンネル全体の1日あたりの再生数です。だいたい1日で、少ない時で数万再生、多い時で20万再生くらい、回っている感じですね。たまにオワコン扱いされている、宮迫様ですが、この数字は今の YouTube では、かなり伸びている部類に入ります。1日平均はだいたい20万再生くらい、週平均で140万再生くらい、直近30日で588万再生となっています。動画時間、広告挿入回数、分析サイトによる再生数などから、大まかな広告収益を予想することが可能です。宮迫様のチャンネルの月収は、だいたい150万円から400万円程度、と予想します。なお YouTube は時期によって、広告単価がかなり激しく変動します。この予想は単価の変動をあまり考慮していません。もちろんこの金額は、あくまで YouTube の広告収益に限った話です。企業案件の報酬や、焼肉屋の利益などもプラスすると、結構な金額になると思います。しかし YouTube の広告が、すべて丸々宮迫様の元に入ってくる。というわけではありません。個人税で人を雇っていない場合は、丸取りできるんですけれども、宮迫様の場合はチームで動画制作をしています。まずカメラマンがいますし、動画編集をするスタッフもいますし、そこそこの人数の大人を雇っています。どういう契約形態になっているのかは、外からだとわかりませんが、それに結構お金がかかっている可能性もあります。なので宮迫様の元に入るのは、150万から400万円の予想収益から、人件費等を引いた金額になります。そう考えると、決してボロ儲けというわけでは、ないのかもしれませんね。貯金は億以上あるのかと宮迫に質問すると、芸人辞める前は億ありました。でも今はガチでないと貯金の減りを告白、YouTube 儲かっていないんですかと質問すると、結局儲かっている人は一人で取って一人で編集してっていう人、うちは社員が結構おるやんか、現場が3人、事務所の管理の人、編集チームの人、収益だけでは回っていかない、案件とかが入ってこないと回っていかない、と YouTube 収益の現状を話した。まあ宮迫様の言うことなので、これ自体も本当かどうかわからないんですが、一応参考までに、複数人のスタッフを抱えていると、結構地獄ですよね。動画のクオリティは上がるかもしれませんが、ただ雇用を創出しているという点では、素晴らしいことだと思います。こちらのグラフは、宮迫様のチャンネルの、1ヶ月あたりの、再生数の推移を表しています。2020年あたりは、月間1500万から2500万再生あたりで推移しており、かなり調子が良かったのですが、2021年の途中から、ガクンと右肩下がりになっていることが、わかります。これを見ると、YouTube で人気を維持し続けること自体が、いかに難しいことなのかを再認識させられます。かなりバズっていても、このように1、2年で落ち込むケースは、決して珍しくはありません。こちらのグラフは、1ヶ月あたりのチャンネル登録者の増減を表したグラフです。ここ半年以上、チャンネル登録者が1万人くらい減っている月が目につきます。先ほどのグラフと見比べてみると、月間の再生数が1000万回を割り込んだ月では、ほぼ登録者が1万人程度減っていることがわかります。毎月150万から400万程度の広告収益がある YouTuber をオワコンと呼ぶかは判断が分かれるところです。私個人的にはこのレベルの YouTuber は、全然オワコンではないと思っています。宮迫様はやらかしのインパクトが強く、ネット上でもよくいじられていますが、トーク力に関しては素人とは比べ物にならないほど高く、やはり芸能界で長く生き残ってきた人物だと感じます。しかしそんな彼でも、数字が右肩下がりということで、YouTube の厳しさを感じました。最後までご視聴ありがとうございました。